有限会社アサヒア本店は、栃木県高根沢町に本社を置く、菓子メーカーである。創業は1897年である。野号は、アサヒア本店。芳賀町総ボと市一会長市花輪に、のれん分けしたアサヒアを名乗る店があることから、野号に本店がついている。現在、直営の店舗創業は1897年。 1899年の東北本線放射区寺駅改良に合わせ現在の場所に移転。朝日屋の由来は創業時の宇都宮の店が朝日が差し込む店舗だったことによると言われている。下付新聞社主催の商品に実決投票で、金鶏まんじゅうが2位となる。最終順位の1位は福助旅である。商品に実決投票とは昭和7年に、 下付新聞社主催で行われた、県産品以外でも県内で販売される、商品すべてを対象に5月11日より7月11日、夜10時までの期間投票を受け付け、順位を競った。日々の累計得票数が途中経過順位として、紙面一面に掲載されるものであった。インゲン豆の粒あんを膨張剤のみで味付けした、小麦粉生地で包んだ蒸しまんじゅう。 上進行高圧で常連することで腰を出し、醤油やみりん、カツオ、出しなどを調合したタレが塗られた餅。本場、福島県日本松地域で知られる揚げ饅頭を参考に考案した黒糖風味のカリッとした食感の揚げ饅頭。レオン自動機の饅頭製造機械化成人を応用して考案された焼きドーナッツ。中心部にリング状にミックスフルーツが入っている。 ありがとうございます。